来ましたね。20連目で来ました。さあどっちでしょう。セーラーニャンの可能性が高いんですけど、おれ。さあどっちでしょう。なめんなよ。おお、今度は来た。よし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 、ということでいいね。はい、コンタン初ゲット。相変わらず運がいいな最近。さあ、はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。3アーカ使った無課金攻略。今回はね、超アップガシャでコンタンね、20連目でゲットできたので、ちょっとねコンタンの評価難しいんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。スキル2もね、ゲットしたいと思います。妖怪学園1年生なんだね。妖怪学園じゃなくて妖魔アイドル学園か。はい、じゃあ行きましょう。一応ミッションで8回倒せばね、スキル2がゲットできるので、これね、やって解放していきましょう。一応今ね、超アップ中、1日だけなんで、でも結構強い気がすんだよな。特に、まあちょっと後で解放してから見たいと思うんですけど、スキル2なんかな。普段より大きくなるはいいとしても、これもまあ、ね、特攻なし攻略で役に立つし、必殺使うと自分自身の技ゲージ溜まるもいいしな。必殺はまあ、そうでもないんだけど、どうなんすかね。みんなこれ限界突破させるんすかね。まあ、割とね、必殺の秘伝書持ってるんですけど、まあ、ガッツ F とかもあるしな。まあ、駒身はね、絶対必要なんであれなんですけど、まあ、とりあえずね、封印バトルで使っていきましょう。まあ、ちょっとね、見てもいないんで、1の4のね、条件先にお見せしましょうかね。1の4。こういう無茶ぶりっ子ね、早速退学。反撃、効果無効。取り付きか、めんどくせえな。お払い玉ね。技ゲージ90、フィーバー時間短縮。これは爆裂ですかね。ZZ 以下のように爆裂使えない。はい、そしたら行きましょう。まあ一応ね、81万829か。コンタンって、ちょっと汗で濡れちゃってんな。4つ作った方がいいのかな。よいしょ。あ、吸収されてたか。一応待ってから、よいしょ、これでいったか。一応30秒倒さないといけないからね。はい、あ、やべ、黄色がゲットしちゃったこれあれなんだよね、鍵をゲットしたら取られる可能性があるのでね。ま、なるべくね、真ん中王族で周回した方がいいかな。まあ4ぐらいはそんなに取られないけど、うん、はい、そんな感じで注意しましょう。一応ね、第4まで来てますね。これちょっとまた別途動画を出します。そしたら、あ、そっか、そう、限界突破したらいいのかな、ちょっとわかんねえんだよな。ちょっとわかんないな。もうちょっと悩みたいと思います。よかったらね、アドバイスお願いしやす。じゃあ8ね、8回倒して、周回でもここでもいいかもね。スキル2ゲットしましょう。はい、ということで8回倒しましたとさ、一応、コンタのところまで戻って、とりあえずスキル2は解放しましょうかね。
応強敵もね、60秒で倒せました。当然ですけどね、これ特攻なしで倒せる人偉いな。いつも私爆裂でやってたからね。まあちょっと後の2からちょっとあれはちょっと最後まで考えます。ちょっとコンタン実は強えぜってなったらコメントで教えてください。一応ね、私にしては秘伝書がプニットショットでねだいぶ稼げたんで、ただスキルがねこれ小まみに上げる分だからスキルはニャーなんだよな。ということで、はい、コンタのねスキル2解放します。これはねサイズアップだからほんとね特攻なし攻略で、まあ、今回もね別の妖怪で役に立てたんですけど、一応破壊倒した、破壊の動画まだ出してないか、破壊の動画多分次に出すと思うんですけど、破壊倒した時はこのやっぱサイズアップね、このこれねサイズアップいいので、やっぱりコンタンね非常に使い道はありそうな感じだよね。ちょっと必殺技がな、あの整理も、まあでもあれもあれか、最初に一発目で打てば悪くないし、皆さんどうするんですかね。まあ一応今後ね、アイドルイベントあるので、あと一応ね、駒身と種族も一緒だから、今後ね、アイドル妖怪だけで攻略ってなった時に、コンタンいると、まあ使う可能性はあるかなって感じはあるけどね。スキルもかもっと解放したらね、自分以外の妖怪プニが必殺技を使った時に発動ってのがね、10% ゲージだけど、これ非常にいいのでね、私はね10% ぐらいじゃ大したことないから、これレベル5でいくつなんだろうな。これ同じ妖怪いんのかな、必殺技使った時発動技ゲージとかそんなのあんのかな。まあ一応ね、技ゲージであればいいのか。技ゲージ、技発動後、技ゲージアップ、技ゲージアップ、なんだろうね、技発動後なのかな。あ、結構いるな。技ゲージ残るか。あー、このモテマクールもそうだったのか。でもこいつ ZZ で、ミリムも ZZ か。あ、技ゲージ残る系か。なるほどね。ウェディングつくよみは、でも残る系なんだよな。自分以外の技ゲージ捕まった時、技ゲージ発動。あ、これで 14% だ。あ、なるほど。ウェディングつくよみそうなんだな。なるほどね。ウェディングつくよみは強くしてあるね。なんで、これが、まあ、2% ずつ増えていく感じなんだね。なんで、2% だったらね、技レベル5で 20% か。2、4、6、やと、20% か 18% なんで、まあ、そんなにたまんないよなっていう感じなんで、まあ、やんなくていいかなっていう風な、一応判断今んとこして、はい。終わりにしたいと思います。一応スキル発動後やっちゃいましょうか。サイズアップもな、ちょっとこれもスキルサイズアップもでもいいからな。サイズアップ非常に、あ、これいいよね、やっぱね、サイズアップもね、いいんだよね、非常に強くしちゃおうかな。今ね、遺伝書余ってるからな。はい、ちょっと考えましょう。デカプニも降ってきたな。あれなんでだろう。はい、フィニッシュ。ということで、今回はコンタン使ってみました。皆さん、限界突破させますかね。よろしかったらコメントで教えてください。ちょっともう一回15ポイントここでもね、あれなんだけど、こっちの1の子だったらね、必殺ミニ必殺とか小必殺落ちるんで、まあ無茶ぶりっ子いた方がいいかな。一応ランク12個目ちょっともう一回戻すと、あ、結構いるのかな。ちょっとごめんね、自分以外の
妖怪プリンが久々使った時発動。これで 20% か。 UZ で 20% か。なるほどね、なるほどね、なるほどね。 UZ で 20% で ZZZ は 18% って感じかな。あ、だからレン君って必殺打ちやすいんだな。なるほどね。あ、これも 20% か。あ、だから ZZZ も 20% か。なるほどね。あ、100機食いもなんか使いやすいんだよな。なるほど。まあ一応いろいろいるんだね。わかりました。ちょっと最後まで迷いたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。レン君じゃなくてリュウタだった。結構いるんだね。なるほど。